解説マン今日は犬塚さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマ何でしょう。はい、今日はこちらです。改めておさらい、18歳選挙権です。2016年の6月、公職選挙法などの一部を改正する法律が施行され、18歳以上の国民が選挙に参加することができるようになりました。皆さんもご存知の通り、来月13日は石川県知事選挙などの4つの選挙が行われる選挙デーとなっておりますので、この機会におさらいをしたいと思います。まあ、それまで20歳以上だった選挙権、これ2歳引き下げられたことになったわけなんですが、これどうしてなんでしょう。はい、その理由なんですが、日本ではですね、少子高齢化が進んでおりまして、日本のですね、未来を作り担う存在に政治に参画してもらうという考えのもと導入をしました。政治にはさまざまな世代や職業の方々の多様な意見を反映させる必要があります。若い人の声が届かない政治を避けるために、選挙権の年齢を引き下げることにしました。なるほど。ただですね、ちょっとこちらご覧ください。18歳の選挙権導入されてから、県内ではこれまでに6回の国政選挙や地方選挙を行われたんですが、18歳と19歳を合わせた投票率、いずれも県全体の投票率を下回っているんですね。で、さらに深刻なのが20代の投票率なんですが、20代前半後半ともに10代の投票率を下回ることも多くなっている状況なんですが、これ犬塚さん、こちらご覧になっていかがでしょう。はい、そうですね、若者の政治離れというのがですね、深刻だなというふうに感じました。そもそもですね、若い人の数というのは少ないのですが、この若者のですね、投票率が低くなりますと、若者に向けた政策がですね、実現しにくくなってしまうという問題があります。ですので、若者がですね、政治に関心を持てるような策をですね、考えていく必要があると思いますね。そんな中で、インターネットを使った選挙運動というのは最近行われてますよね。そうですね、はい、2013年に公職選挙法が改正されまして、インターネットを使ったですね、選挙運動ができるようになっております。今年でですね、10年目というふうになってますね。具体的にはですね、候補者や政党はホームページや SNS、 電子メールを使った選挙運動ができます。有権者の方はですね、ホームページや SNS などはできますが、電子メールでの活動は、運動はできないということになっております。選挙運動の期間なんですが、公示告示日からですね、投票日の前日までということになっております。さて、今回初めて投票を予定しているという若者の方も多いと思うんですけれども、犬塚さんから伝えたいことっていうのはありますか。はい、そうですね、オリンピックが今行われているのですが、知事やですね、市長の任期はですね、4年、オリンピックと同じなんですね。毎年選挙があるわけではありません。自分のですね、一票を託すことができる機会というのはそれほど多くはないんですね。政治はですね、私たちの生活に関係のある教育や税金や経済や福祉といった問題に関わってきます。私たちの生活がですね、より一層良くなるために、ぜひ若い人には選挙に行って投票をしていただきたいと思います。以上、解説マン犬塚さんでした。